で、このビーフがね、おはようございます。おはようございます。緑のスーザンとジュンヤです。今は車の中にいてサーフィンに向かってます。さっき買ったバナナブレッドをジュン君の朝ごはんです。セブンイレブンしょぼいね。そうだね、日本のコンビニと比べちゃダメなのかもしれない。でもなんか仕事前の人めっちゃおったよね。あとでもコーヒーマシーンはあったね。なんか仕事前の人の風景が、あとあのコーヒーマシーンでみんなコーヒー買ってる風景が日本の風景と一緒やった。確かに。ただ日本の方がやっぱおにぎりとかそういうお惣菜系はかなり充実してる、ね、そうだね。なんかセブンとか行くとさ、なんかチキンとかも売ってるしさ、やっぱりなんか文化の違いも感じるのかもしれない。なんか朝しっかり食べるみたいな、なんかご飯にこだわる日本人みたいな、そういうのはね、やっぱ日本の方がいいなとは思うよね。バナナブレッドどっか行っちゃった。いや、私は思ってる。 ありました。で、コーヒーは私たち自分でいつも作ってます。それ節約になるよね。まあね。あ、で、私ね、髪の毛染めました。久しぶり。結構やばかったよね、前。痛み具合がね、傷んどったし、色もめっちゃ抜けてて、やっとこさ、髪の毛ちょっと切ることもできたし、やっぱサーファーの女の子って髪の毛死ぬよね、本当に。今日今から行くポイントには、カイトくんともう一人の友達のミサちゃんと待ち合わせてて、はい、ちょうど昨日、カイトくんとミサちゃんと4人であるサーフボード工場に昨日行って、いろんなサーフボードを見て、行く前から買うことは決めてたんだけど、なんと今回1本ずつ、さらに1人1本ずつサーフボードを購入しちゃいました。購入しちゃいました。で、今後ろにそのニューボードを2本積んでるので、ちょっとサーフィン終わった後に全貌を紹介したいと思います。めっちゃ楽しみ。で、私の板だけは EPS を買いました。だからそれがどれだけ、なんか今私が持ってるシャープアイとどれだけ変わってくるかっていうのもね、試してみたいと思います。どこまでなんか違いを感じれるか楽しみです。で、実は昨日購入したボードは新品で JS を買ったんですけど、超格安価格で買えたので、さすがオーストラリアだよね。最高。こうやって安く買って合わんって思ったら、もうそこを、まあ、100ドルぐらいオフでなんか売ってみたいな、うん、で、なんで JS にしたかっていうのも、この後はあの動画でサーフィンした後にお伝えしたいと思います。めっちゃ楽しみ。はい、じゃあサーフィン行ってきます。
朝からサーフィンやってきました。今日は、カイトくんともう一人友達と一緒に4人でセッションして、でめちゃくちゃ風がなくて、でツルツルの海の中やったんだけど、突然ねイルカの大群が6匹ぐらいいたよね。多分やばかった。ハンティングタイムだったよね。ご飯食べるタイムでお魚とか追いかけてて波にこうやって乗ったり、しかも波待ちしてたら俺の真下通ったイルカ。今日大群だったよね。6匹ぐらいの家族だと思うね。めっちゃ可愛かった。なんかあの背びれとかも目の前でこうやってシュンって見えてさ、はあ幸せだった。ということで今日は実はというか昨日か、昨日実はあの同じメンバーやん今日と。そうそう、カイト君とミサちゃんと4人であるそのサーフボードが打てる場所にいて、 JS っていう、うん、もう日本の中でもかなり有名なボードだよね。じゃあなんで今回 JS を買おうと思ったかっていうと、なんかいろいろあるじゃん、オーストラリア。とりあえず私たちまずシャープアイ買ったじゃん。シャープアイは US ブランドじゃん。でもシャープアイに憧れがあったからシャープアイ買ってめっちゃ楽しくって、でも私はオールラウンドで、純也くんがハイパフォーマンスすぎるからちょっとオールラウンドの板も欲しいねって純也くん言ってたよ。何にしよう何にしよう、え、だったら今回はせっかくオーストラリアにいるしオーストラリアブランドにしようみたいな。でオーストラリアブランドいろいろあるじゃん。で何にしようって悩んでた時に、たまたま純也くんが、日本語が喋れるオーストラリア人とちょっと知り合いになったよ。そうで、その方が JS の工場に転職するから遊びにおいでよみたいな言われて、えみたいな、なんか JS に縁を感じたよねその時。あ、だったらまあ一回見に行こうかなと思ってカイト君も誘って、うん、でミサちゃんも誘って一緒に、うん、昨日買いに行ったら、はい、じゃじゃん、まあもうさっきの動画 GoPro の動画で分かってると思うけど、スーザンのボードがこちらで僕のボードがこちらで、なんと2本も買っちゃいました。予定では1本のボードを2人でシェア、オールラウンドの EPS っぽいのをシェアしようと思ったら、ボードって勢いだよね。そうだね、なんか行っちゃったら欲しくなっちゃって、しかも JS の工場直営店みたいなところから買ったから安いやん。そうだね。もう実際これが900ドルで、はい、こちらが800ドルぐらいでした、はい、僕がこのボードなんですけど、はい、なんかこのボードをこうやってさ、彼がさ持ってきてくれてこれいいんじゃないみたいな、うん、持ってきてくれてこう持った時にビビってなった。なんか感じてさ、自分の好きな形かもと思って、でこの幅がね俺好きだなと思って、ね、でこれどうしても欲しいってなっちゃって、 PU なんだけどこれ。で当初 EPS 買おうとしてたじゃん。だけど PU ってなるとさ EPS はってなったから、あもう買えばみたいな。まあね。で今日これ初めて下ろして、昨日このデッキパッドとかやっと貼って、これも実は JS のデッキパッド、はい、でこれに乗った時にとんでもない、なんかもうなんて言うんだろうね、もう運命的なぐらいこれ合ってると思う自分に。もう速くて軽い、軽やかにツンツンツンっていって、でそこまで抜けてみたいな。まあ今日のサーフィンね、カイト君にも速いって言われとったしね。純也君の板はそんな感じで、私の板はカイト君大絶賛してたね。オールラウンダーの EPS。 今日この子を使ってみて私が唯一感じたことは、 PU の私が持ってる HT2 では乗れなかった波に乗れたなって感じた。あ、浮力は低くなってるのに、そうやっぱテイクオフが速いで、あとはもう一個言えるとしたら、スイスイ進む PU よりも、なんかこれはこれで PU と違ったサーフィンの楽しさがあって、うん、なんか今回これを買ってもしかしたら自分のサーフィンのレベルも上がってく。やっぱさ、板いろいろ試してみた方がいいなって思って。そうだね。なんかこれからのサーフィン楽しみやなって思わせてくれた板でした。しかも何よりも私デザインめっちゃかっこいい、ね、なんかちょっとメンズ感、なんかこのメンズ感がたまらん。そうなの。わかる、このトラクターみたいなやつは JS にしてよかったなって思って、なんか今日本当にめちゃくちゃいいボトムタウンができたので、なんでそれを感じたかって、右手が思いっきり後ろに行ったの。それを上に行く時にこうやってできたので、もなんかそれなんか HT2 には感じなかった、やっぱり動かしやすさだったんかな、やっぱ 軽やかさ、なんか新たな気づきがあったサーフィンだった今日。そう、めっちゃ楽しかったよ。だからでもそのボードならではだったかもね、もしかしたら。スーザンのお気に入りボードに追加されそうです。すごいね、これからもサーフィン上達する予感がする。では今からハングリージャックスに向かいます。日本でいうバーガーキング、こっちはハングリージャックスなんだよね。今週ハングリージャックス2回目、ほんまあかん。こんな贅沢なことはないし、この体に悪いことはしないんですけど、普通1個だけどうしても YouTube に紹介したいバーガーがあって、めっちゃ美味しかったよね。なのでそれをちょっと紹介したいっていうのと、あとは純也くんの英語力がねどれだけ伸びたかマジでちょっと久しぶりやない。だってでこっちはバーガーは3000円ぐらい行きます。3000円行くってなかなか日本でもいいご飯食べれるよね。じゃあハングリージャックス皆さんにも紹介したいと思います。緊張してきました。
でも何頼むか決めてないけど。アンガスや。アンガスか。うん、緊張します。あれ？え？あそこで頼むんや。あ、喋るというか。違う、ここかも。あ、ここ？あの赤いやつじゃん。オレバニバリン。はい。あアンガス、アンガス。アンガス。シカゴアンガス。違う。シカゴアンガス。Can I get シカゴアンガス？あれもですね。あ、シカゴアンガス？シカゴアンガス？シカゴアンガス？ Yeah。Yeah。With メオ？ミディメオ？ Yeah。ミディアムで？ With Coke？ あ、コークか。バニラコーク。バニラコーク、please。バニラコーク、Yeah。For me、Can I get どうしよう。悩んでおります。ランドハウスワッパー？ Round House Whopper？ Yeah。あ、ロードハウス。Also a medium meal？ Yeah。And normal Coke please？ Normal Coke？ Yeah。ダブル。What's that？ That's all。Drop on third place。Yeah。Thank you。ダブルじゃなくてよかったの？うん。Okay。すごいなんかちょっとなまってたね今の人。もういいのこれ？あは。すごい難しい。ああ。めっちゃ難しい。緊張した。緊張したし、It's really fast English だった。Chicago Angus meal medium chips。Medium vanilla coke. Yeah. Then we also have a Rhinehouse Whopper, medium chips and medium coke as well. Yeah. Great. すごいね。今の人はちょっと悩まってます。32ドルです。緊張した。うん。汗見て。Shocked, man. Yeah. Thank you. 汗かいてます。緊張しすぎて。緊張の汗。電話と一緒で声だけでコミュニケーション取るのって大変だよね。まあね。研ぎ澄まさなあかんね。そう。研ぎ澄まさなあかん。バニラコーク最高です。Thank you. Thank you.イエーイ。じゃあお見せしたいと思います。たらーん、準備ワッパー。うわ、出来たてです。最高。あ、うまっ。こっちのポテトはチキンソルトがかかっててめっちゃうまいです。日本も絶対チキンソルトにした方がいいと思う。いただきたいと思います。やばい、これがねシカゴアンガスバーガーで、中にね、トマト、レタス、ベーコンとビーフが入ってます。で、このビーフがね、めちゃくちゃうまい。それめっちゃ美味しそうやね。やろう。これはシカゴロードハウスって言って、とんでもない分厚さのベーコンと、あと肉がすごい。あ、うまっ。これよ。何って、この牛肉がめっちゃうまい。マジでね、最高。こんなにビーフがね、本当に美味しい。これてか、なんかめっちゃあるよ、まだ。嘘。はい。ということで、じゃあ帰りますか。帰ります。じゃあ動画はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。